終わりです。先日の編集会議でアダムの打ち切りが決定されました。マジか。まあネットでもいろいろ言われてたし仕方ないんじゃないですか。ゆいちゃん、いいんだか朝木。俺もそろそろなんじゃないかなって、うすうすな。先生、正直少し前から話は上がっていて、それでも如月先生のキャリアと作品のコアなファンを盾に踏みとどまっていたんですが、編集部としてはより若い才能を取り入れたいとのことで。俺もそろそろ潮時かな。いや、そんなことないですよ。ここまで頑張ってきたじゃないですか。そこでご相談なんですが、うちで取り扱ってる別紙の来月号で一本抜けが出てしまって、もし可能ならば先生に埋めてもらえないかと。アダムの連載終了もありますし、よければ次につなげたら。マーキュリーって看板雑誌じゃないですか。今さら読み切りってのもな。あの、厳しい注文は承知の上なので言いたくないんですけど、先生も34ですよ。死のほど言ってないで目の前にあるチャンスに手を伸ばしていかないと。福部さん、そんな言い方。川崎君さ、君も君でいつまで如月先生のアシスタントやってんの。一生アシスタントで食ってくつもり。大体君はさ。福部さん。あ、すいません、せっかくチャンス振ってくれてるのに。ただ打ち切りが決まってすぐ次のことなんて考えられなくて。わかりました。明日の朝までにお返事いただければ。ありがとう福部さん。大丈夫ですって先輩。大学の頃からずっと一緒に頑張ってきたじゃないですか。まだまだこれからですって。お前って本当変わらないよな。なんかさっき福部さんも言ってたけどさ、いいんですよ。俺は先輩みたいに連載も持ったことないし、ゆいちゃんみたいにセンスも若さもないし。それは関係ないだろう。前に見せてくれたお前の短編面白かったのに、結局俺以外見せずじまいだったろう。福部さんにも見てもらえよ。俺は漫画に関わって食ってくれるだけで十分なんで、アシスタントでも満足っつうか。そんなことより先輩に読み切り考えましょうよ。あさき、そのアシスタントあって俺の連載なくなったら次のあてないだろう。そうやって俺を理由にして逃げるのやめてくれよ。お前も今日はいいよ。ちょっと一人で考えてんし。
炒めたんですよ。なんかごまの香りがね、うん、プーンときていいと思うんですよ。結構しますよ。あとニンニクとね。いらっしゃいませ。言ってなんか詰まってる感じでさ、本当にさ、やっぱり割れたでしょ。そうなんですね。ちなみにさ、飲み物は何かいけますか。とりあえず瓶ビールで。瓶ビール、はい、はい、いや、やっぱり鉄くず少女の最終回最高だったね。ですよね。でしょ。最高なんだよね、マジ。本当にそこは感動しました。うん、超泣いちゃいましたよ。わからないとか、ほんと切なくて。そっかそっか。俺なんかさ、先生と世代近いからさ、20代の頃に初めて銀河艦隊長門、うん、読んだ時なんか、同い年くらいさ、こんなの書いてるのかってすっごい震えてさ。あれリアタイで売ってるってすごいですね。でしょ。そうなんだよ、ね、ちょっと自慢なんだよね、あれ。そっか、でもさ、結局さ、鉄くず少女のデザインって丸パクリだよね。うん、やっぱりそうなんですか。キサラギ作品のメカのデザインって大体そうよ。それを言うなら今連載中のアダムも。あれは本当に危ない。危機感すら覚えるね。今の連載も危ないってことはそろそろやめ時なんですかね。そうそう、あの人はね、これ以上書くべきじゃないよ。はい。キサラギソラタ、あれはお前だけのものじゃないんだよ。あれは、あれは私たちの記憶です。そう、だからこれ以上書くべきじゃないんだよ。何なんだよお前たちは。俺たちはお前と同じだよ。だから私たちは、俺だって俺の人生を守りたいよ。どちらにせよもうリミットが近いですよ。どうかしましたか。グラスでも割った。え、いや、え、光る人たちに会った。大丈夫ですか。それ財布とか取られてません。うん、先生、それアダムの93話じゃないですよね。何ですか。マキュリーの代言。昨日まで乗り気じゃなかったのに。書くの早いな。てかちょっと面白いかも。おはようございます。おはようございます。面白いです。これやばいですって。川崎さんも読んでみてくださいよ、マーキュリー用の代言。え、なんか先生めっちゃ歩き出しちゃってるんですよ。とにかく読んでみてくださいって。あ、これも福部さんに送ったんですか。いや、早めに連絡して枠取っておいてもらった方がいいですって。これ
疲れ様です。久米さん先生、代言のネーム書いてるんですけど、ガチで面白いんで木更木先生で枠取ってやってくださいよ。了解です。そしたらすぐにメールで送りますね。はい、福部さんこれめっちゃ好きだと思いますよ。加瀬くん全然持ってないですって。このコマ観覧車以外の背景お願い。資料は狭山公園アングルアダム7巻54ページと同じで。あ、はい。まだ原因不明の東村山墜落事故から今日で12年です。日本史です。2005年の4月見たいです。当時の JAP のパイロット関東じゃないですか。19人乗りの小型機、いやー僕結構頑張っちゃいましたよ。貯水池に墜落しましたが当時の乗客14名に奇跡的に怪我はでも本当この作品なら絶対に行けますよ。墜落の原因を調べたところ航空会社に過失はなく原因不明の航空事故として当時あれ話題は、そういえば今日川崎くん休み珍しいね。川崎さんならさっき電話があって調べたいことあるから用事が終わり次第出勤するって言ってましたよ。来ちゃったんだね。君は私たちはね地球の人じゃないんだ。宇宙人。通俗的な地球の概念で考えるとそういうことになりますね。そうって侵略でもするつもりかよ。いやいや、はなからそのつもりはないよ。俺たちの故郷は滅亡した。新しい住まいを探してる途中この星を見つけたんだ。地球人に正体を悟られてはいけない。これ以上リスクを負えない私たちも地球人の体を借り
図的に地球に来る以前の記憶を抹消して、体を借りた人間の記憶だけを引き継ぎました。だけど7年前、俺は本来の記憶を思い出してしまった。そう、原因はね、如月さんの漫画。え？如月空太の漫画には我々の姿や母性の風景、さらには我々が地球を訪れた船までも描かれていました。宇宙人？お前たちだってどう見たって人間じゃないか。人間は視覚情報に頼りすぎですね。その目で見ればわかるでしょう。そうなる前に同胞を連れてこの星から去らないと。もちろん、如月さんもだよ。ゆいちゃん、火事でやばいです。あれって先生の。ああ、うん。それで先輩は？先生なら一緒に。ゆいちゃん、先輩は俺が探すから、ゆいちゃんたちは避難して。あ、分かった、ありがとう。じゃあ俺は駅の方探すから、ゆいちゃんたちは家の方探して。無理しないで。Oh.
ってるんだろ。俺は本物の如月空太じゃない。だけど俺は、やめろ、あんたの全てが嘘だったってことだろ。お前は先輩なんかじゃ、人間なんかじゃない。違う。そう、全てが嘘じゃない。この教えてきた家族、思い、本物が確かにあったんだ。そろそろ行かないとですね。俺を見ろ。逃げちゃダメだ、川崎。